あの時は、辛かったな。このまま、一緒にいられなくなっちゃうんじゃないかって思って、離れ離れのまま卒業して、大人になって、もう、話すこともなくなっちゃうんじゃないかって、すごく、不安だった。だけど、大丈夫だよ。私、ちゃんとまた、四人で一緒にいられるようになるから、この後も、不安になる時とか、怖くなる時とか、いっぱいいっぱいあるけど、それでも大丈夫。私たちは今、一緒に前に進んでるから。さっき、さっき。あれ、私、今。よかったー。心配したんだよ。声かけても全然気づいてくれないし、急にポロポロって泣き始めちゃったし。何かあったの？大丈夫です。少し、夢みたいなのを見てただけですから。夢？はい。どうしてなのかわからないんですけど、電車に触ったら不思議な景色が見えたんです。みんなでバンドを組む前の、すれ違ってた頃の私たちの姿が。それで、その時のことを思い出しちゃったら、ちょっと涙が出ちゃって。さっき。苦しい時は、無理をしなくていいのよ。いいえ、無理に笑ってるわけじゃないんです。確かに、思い出して苦しくはなったんですけど。でも、今は、みんなと一緒にいます。一緒にプロになって、一緒に進めてます。それが、すごく嬉しいから。大丈夫です。プロになって、これからどうなっていくかはわからないけど、これからもずっと4人で一緒に頑張るね。